照り焼きソースと煙の相性って抜群ですね。こんにちは、燻製職人服部です。今日の燻製レシピは骨付き鶏もも肉の燻製です。定番燻製の一つですが、今回は照り焼きソースに漬け込んで作っていきます。材料です。骨付き鶏もも肉 800g を使います。塩漬け材料です。照り焼きのタレ 210g、 1本を使います。塩漬けです。照り焼きのタレを注いで、空気をなるべく抜いてロック。冷蔵庫で2日寝かせます。2日後です。しっかり使っています。塩抜きです。軽く水で洗い流して、キッチンペーパーで水気をしっかり拭き取ります。乾燥工程です。まずはチップを入れないで80度 1.5 時間乾燥をさせます。1.5 時間後です。いい感じに表面が乾燥しています。燻製工程です。一旦網とパンを外して、チップを2握りほど入れて、再びパンと網をセット。70度 1.5 時間燻製をします。1.5 時間後です。いい色つきにいぶせました。燻製後は冷蔵庫で1日寝かせます。1日後です。これでスモークチキンレッグ完成です。それでは晩酌タイムです。いただきます。いや、これ照り焼きソースと煙の相性最高ですね。これうまいっす。
ごちそうさまでした。それでは今日もご視聴ありがとうございます。また見てください。